やばい参考書ですね。公式トイックリスニング&リーディングトレーニング、まず買う前にそれを知っておいてください。あとは音声に関しても、そうだ、始まりました、もっちチャンネル。さあ今回ですね、はい、いろんな意味でやばい参考書ですね。はい、こちらを紹介したいと思います。まあトイックの公式教材の中でもこちらでございます。はい、これです。トレーニングですよ。公式トイックリスニング&リーディングトレーニングですね。トレーニングですね。はい、のそれのリーディング編とリスニング編ですね。大好評第2弾って書いてあるんですけど、大好評なんですかこれ。結構高いよ。はい、こちらですね。Amazon の第1弾を見るとですね、結構高いのも出てんだけど、海外のが多いんだよね。外国語で書いてあるんだよ。なんでなのって思って、外国の人やらないでしょって思うんですけど、いい点悪い点ありますので、はい、そちらをね、まあ、はっきりと言っていこうかなと思います。はい、忖度なしでやりますけど、まず言いますね。普通に勉強するために買うもんじゃないでしょ、これはね。自学自習するためのものではないですね、参考書。これは学校とか英会話学校でもいいし、大学専門学校とか英語勉強するときに使うものですね。もちろんなんか1対1のね、まあ武田塾イングリッシュとかでもいいですけど、そういうところだったらいいですけど、指導者なしではまず意味がないというか、ほぼほぼ使えない。使えないわけじゃないな。自分でこれを使いこなすのは難しい。なぜなら解説がないんですよ。で、解説がなくて、また出たんだって思って。そう。だから、トレーニングのやつは多分出してないと思うんですよ。僕自身も動画で。ね、前のやつとか。これ何も解説ないじゃんって思って言わなかったんですけど。まあ、だから800プラスとか、あれも後ろの方のですね、模試に解説がないんですよ。ただただ訳があるだけで。で、これもそうなんですよ。訳があるだけで。で、それが全部なんですよ。そう、訳があるだけで解説なしが全部っていうので、まあこの形式の問題です。上級者向けって書いてあった、中上級者書いてあったかなと思うんですけど、初級者の人たちは解説がないので分かんない。なんでそれが正解になるのか分かんないです。例えばパート5ね、穴埋めのそのね、瀕死問題ですね。瀕死問題は訳が書かれたって分かんないわけですよ。なんでそれが正解なのか、何しかが分かんないとね、答え出せないわけで、その回答の根拠が何もないと。読解のところだって照らし合わせでね、こことここを照らし合わせてとか、ここの根拠から推測されてこれが正解ですよっていうのがあるわけですけど、それが何もないので、訳だけでできるのかって言われるとね、無理じゃないですか。じゃあ上のレベルの人たちがやるのかっていうんですが、そうすると、まあ物足りない部分もあります。まあ難しい問題も入ってますし、まあいい問題もすごく多いんですが、上の人たちだったらさ、その解説いらないレベルの人たちがこれ必要って言われたら、またちょっと疑問という感じだと思います。だからまあとにかく解説がないので、まず買う前にそれを知っておいてください。だからオンラインで買っちゃったりして、うわ何にも解説ないんだけどってなると困るじゃないですか。そう、だから書店で見る子をちゃんと見ておいてください。だからオンラインはちょっと危険だから、やっぱり学校のテキスト、最初からそうだと思いますよ。ぶっちゃけテキスト採用されようとしてると思っていますね。詳しく解説がありすぎちゃうとテキストとしてやっぱ成り立たないっていうところがあるじゃないですか。はい、だからその辺のことを考慮してるのかなと思いますね。まあ僕としては、まあ、いわゆるトリプル10っていうね、僕の昔のね本出てたんですけど、まあそれミニ模試トリプル10って言って、1日1日ミニ模試が入ってるやつだったんですけど、まあそれがリーディングとリスニングに分かれて、でそれぞれ20、20になってるって感じですね。問題としてはでももっといっぱい入ってるんですね。だ20回分20回分入っていると。で、まあ、2000円で2200円なんですけど、じゃあそれぞれいろいろと特徴を話していきたいと思いますね。はい、でリスニング編ですね。まずそれぞれのデイで全パートが入ってます。パート1、パート2、パート3、パート4が全て入ってます。パート3、4に関してはパート1で写真が1台、パート2の問題が6問で、パート3が2セット、パート4が2セットって。で、その時に、意図問題も入ってるし、グラフィック問題も入ってるっていう感じです。最初の方はパート3に意図問題が入ってて、パート4にグラフィックが入ってたね。セクション6のとこでパート3にグラフィックが入って、パート4に意図問題がという風に。だからどっちかに意図問題、どっちかにグラフィックっていう風になってます。で、いろんなパターン出てます。本当に様々なパターンが出てるので、まあその点ではすごくいいと思いますし、パート1も本当にいろんなパターンが出てます。様々なパターンの問題を演習できるっていうのではいいと思いますね。で、わざと散りばめてるね、いろいろ。写真でも最後の方にね、人が写ってないの出てくるし、風景が確かなかったんだよね。なんか遠目の風景の写真とかなかったよね。で、パート2に関しても必ず毎回に変化球が入ってます。必ず
すべてのデイの後半の下のところは和変化球になってます。で、あとは音声に関しても今の人たちと一個前のナレーターの人たち両方入ってますね、うん、だイギリス人オーストラリア人違う人たち入ってますんで、多いよね。しかも割合わかんないです、まだ前半だけかもしれないですけど、オーストラリア人イギリス人の割合がちょっと多い気がしました、はい、チェックはしてないですけど聞いててそういう風にちょっと感じた。後ろの方にね、オーストラリア人が喋ってるかどうかとかっていうのは書いてあるんで、やっぱりセクション1はオーストラリア人が多い、まあ、違ったパターンの人も聞けるよっていうんですね。だから本当にバリエーション豊富になってたんで、前回は CD しかダメでめちゃめちゃ叩かれたんですよ。CD しかないって言って。で、今回 MP3 で CD はありませんので、あの ABC と使ってね、聞くやつになってますんで、はい、そちら聞いてもらえればなと思います。じゃあ、リーディング。リーディングの方に関してはですね、まあ、パート5、6、7っていう風になってて、また同じように20日間なんですが、まず7問、パート5が入ってます。で、その後にパート6が1セット。で、パート7がシングルパッセージが1つで、ダブルかトリプルのどちらかが入っている、マルティプルパッセージがついてるっていう感じになってます。または構成がね、似てるんですよ、結構トリプルテントで。で、語彙問題も入ってるし、語形、品詞語形も入ってるし、文法問題も入ってるって感じです、それぞれですね。だから本当にいろんなパターンが出てきます。で、シングルパッセージに関しても本当いろんなパターンがあるし、トリプルパッセージやダブルパッセージもいろんなパターンがあります、本当に。だから、おお、すごいなって思った。まあ、ダブルは最初の方にすごい字がいっぱい入ってるのがあって、トリプルがね、最初字少なめなんですよ。そう、ダブルはがっつり書いてあるんだけど、で、後ろの方になるとトリプルパッセージもだいぶ字がいっぱいあるやつとかも出てくる。ただ、セクション3は多いな、トリプルも。で、ダブルが7日間で、トリプルが確か13日間だったと思いますね、見た感じ。デイ9とかだいぶ多いな、トリプルの。あ、まあ、結構字も多めですね、文章。すごい少ない時もあれば、めっちゃ多い時もありますね。という風に様々なパターンがあるって感じですね。うん、で、まあ、質は良かったですよ。問題解いてて。ああ、なるほどね。これ通ってくんだな、とか。はいはいはい。このパターンやってくるのね、みたいに思いました。まあ、解説なしでも、役だけあったらできる的な人のためかなって思いますね。つまり、まあ、ネイティブの人でもね、まあ、解説には何かしらできるかなとはちょっと思うんですけど。ただね、日本語訳必要なね、生徒たちいると思うんでね、生徒や学生のためのものが後ろについてるって感じかな。だから賛否両論というか、になるのは、まあ、しょうがないかなと思いますね。だから、リスニングプラクティスやリーディングプラクティスだったら、いろいろとね、解説もあるからいいんですけど、自分でやるっていう人にはお勧めできない。ただし、その学校とか塾とかね、でやるんだったら、まあ、質は高いので、お勧めはできるかなっていう感じですね。はい。どう思います？こういう参考書、大学受験とかで出たらどうなるかね。それこそ賛否、いや賛否両論じゃないですね、非しか出ないでしょうけど、はい。なんで、まあ、こういうのでもいいよっていう人ですね。まあ、だからいるじゃないですか、トイックマニアの人って。ほら、韓国のね、本とか買ったりしてやったりするんですよ。韓国で売られてる過去問とか、別にあれ解説ね、韓国語だからわからない、まあ別にいいやって言って、ただただ問題ができればいい、良質な問題ができればいいっていう人ですね。そういう人にとってはいいと思いますよ。むしろ和訳がくっついてるわけですからね。なので、問題だけ、問題と和訳だけっていうやつで、まあなかなかないパターンですね。まあ全てのデイで全部のね、パターンを勉強できるっていうのはいいと思いますね。20日間完成っていうのはね、というのが今回のものでした。さあ、皆さんはどう思われますか？英検でもこういう本出てくるかな？いや、ないだろうな。はい、ぜひともコメント欄でお聞かせください。そして、やった方はぜひ教えてください。どうだったのかですね。これ良かったよ、いや、これは良くなかったよっていうね、皆さんの意見聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録お忘れずに。トイックの授業の動画も出てますし、そして何だって講義見れますので、メンバーシップレベル2ではそちらもよろしくお願いします。最後、ありがとうございました。 Thank you for watching。